セリム一世はオスマン帝国の第九代皇帝。父はヤジと二世からトラブゾン知事に任命され、東方に目を光らせていたセリムは父の消極性に不満を持っていた。当初は3番目の子で上の2位、コルクとアフメトがいたため継承順位は最も下だったが、1511年に、 サファビー町に同調したシャークルの反乱を契機として、ニーたちが反乱に手こずっている隙をついて、クーデターを仕掛けた。一度目は失敗して、クリミア半島へ追放されたが、翌1512年に、家にチェリに擁立されニーたちを排除、父を退位させて皇帝に即位した。セリム一世は、父が即位時にしたのと同じように、即位後の内紛を避けるために、兄弟たちとその子らを、 次々と殺した。父もその後すぐに没死しているが、セリム一世の暗殺も疑われている。選定までは主にバルカン半島に進出したが、西アジア方面の征服は立ち遅れていた。そこで彼らとは対照的に、セリム一世は東方への積極的な領土の拡張を推し進め、アジア、エジプトへと転換し、征服を推し進めていく。アナトリア半島には未だ、 オスマン帝国に従わない豪族もいて、彼らがサファビー朝に通じ反乱を起こすパターンが状態化、地盤を固める国内問題の解決も狙いだった。即位後は、ハンガリーとは僕、アナトリア半島のサファビー派を探し出し粛清して背後を固め、1514年に西アジアへ出陣、8月23日にイスマー・イール・一世と交戦した。この戦いは、 一心一体だったが、最終的に大砲、鉄砲など火力を高めたオスマン帝国が勝利する。この後サファビー朝の追悼を目指しも陶器に入ったため、わず引き上げるが、サファビー朝の妨害を排除したことは大きな進展となり、1515 15年にオスマン帝国とサファビー朝の中間地帯にあたるクルディスタン、抵抗勢力が根強い南アナトリアも制圧して、 領土を東へ拡大した。以後も、セリム一世の戦術は、火力中心となり、白人と騎兵の突撃に頼る、旧体依然とした他のイスラムの王朝の軍隊に、対し、セリム一世は火砲を効果的に用い、次々と勝利を収めた。また、1515 15年からアラブへの遠征を開始し、翌1516年に、アルジェを占領、マルジュタービクの戦いで、 マムルーク朝軍を破って翌1517年には首都カイロを落とした。こうしてマムルーク朝を滅ぼしたセリム一世はシリア、エジプト、パレスティナを併合した。さらに非合を求めてきたアッパース朝のカリフムタワッキル三世を保護するも最終的には監禁して1543年に獄死させアッパース朝を完全に滅亡させた。また、 シーア派のサファビー朝への対抗とアラブの人々の関心を買うためにスンナ派擁護を標榜。サファビー朝やマムルーク朝などの外政では、異端討伐を掲げて宗教の正当性を主張したが、マムルーク朝の滅亡に伴い、聖地メッカ、メディナをオスマン帝国の保護下に置いたことで、オスマン帝国はスンナ派、イスラム世界の名手の地位を獲得した。これが19世紀のオスマン帝国に、 スルタンイコールカリフ星の伝説を生むことになった。エジプトから戻るとすぐ、ロドストへの遠征を準備したが、病気を患い、即位から9年目にして54歳で崩御。定位は、このスレーマン一世が継承した。セリム一世の在位はわずか8年に過ぎなかったが、父から受け継いだ領土は234万平方キロで、あったのを654万平方キロにまで増大させている。 セリム一世は、霊国者と呼ばれたが、文芸を愛し、詩を読む文人としての一面もあった。ヤブズには厳格で霊国であるがために優れたものという、ニュアンスがあり、卓越者とも訳される。最新な計画と、大胆な行動力を持ち合わせ、反対者には告白であり、同族や大臣であろうとも容赦なく。 次々と処刑したが、歯科によっては、彼の業績は、征服者と呼ばれた祖父目不明と二世をしのぐと評価するものもある。長田 P201P203P237P239、林 P104P112、長田 P239P240、林 P113P118。ありがとうございます。